わっさっ、やっぴまるです。はい、ということで今回もちょっとガチでトロ上げをしていきたいと思うんですけども、今ずっとブロストライカーやってて、ちょっとねタラを使ってるんですけど難しいんですよ。なんでちょっとやりつつ、ちょっとどういう感じでいこうかなとか、攻略していけたらいいかなと思います。で、なんか結構なんかプリモが多いんですけど、プリモに対するメタがこの暁のスパイクだったら結構勝てるんですけど、ちょっとタラだとやっぱ厳しいとこあるんですよ。でもそういう時にリコとタラで挟むっていうことができるんですけど、その時になんかタラやっぱ遠いとさ、その火力めちゃめちゃ低いじゃないですか。それをプリモの射程ギリギリまで行って、そこから引き打ちしながら、レリーのこのリコとね挟んでいくっていう形がいいらしいです、このレリーが言ってます。はい、ということでやっていきましょう。今ね順位がね、頑張って今世界4位まで来たんで、このあと何回かかって世界3位まで行けたらいいかなと思うんで、ぜひとも応援お願いいたします。それでやっていきましょう。はい、またなんだっけ、カットするところはカットしますんで、ぜひともそこはお願いいたします。おっと、レリーがまだだぞ。じゃあこっからもうカットしますか。おっとおっとおっと、まだだったですね、結構今ずっとやってて、昨日の夜からは朝の4時ぐらいまでしかやってないんですけど、なんかそこでちょっと集中力がなんか持たないなと思ってやめました。お、来ました来ました。はい、これは俺右かな、右でいいや。右で行ってニタとの対面になるんですけど、どうしようかなこれ。とりあえずニタの攻撃そんな食らいたくなくて、お、レリーが勝ってくる。これは一旦食らっててもいいからちょっと上がる。で、ここら辺でここでちょっと回復しつつ詰める。OK。で、このタラのウルトじゃなきゃ真ん中の壁破壊できないんですよ。だからシェリーとか、プリモとかの方が本当はいいんですけど、ちょっと待ってな。トントン、あ、ちょっと、トン、OK。こうする。こうやって破壊して、で、あとはもう任せるっていう感じがベストですね。真ん中を破壊するタラのコツなんですけど、ど真ん中に置いてあげることがベストですね。またこれはちょっと冷たいな。一発打ったらいくか。いや、ニタのクマが出ちゃってる。で、今のスパイクの攻撃はめちゃくちゃ痛いんですよね、これ。これめっちゃだるい。で、ちょっと行くと多分俺やられちゃうんで、よし、ウルトラ溜まった。一旦待ちで。おー、よいしょ、よいしょ、はい、クリア、オッケー、超スーパー頑張った防衛さあ行きましょう。1点取ってるんで、そんな、ガツガツ行った方がいいんですけど、本当はとりあえず1点取ってるんで、これ保管でいいか、保管しときます。おーおーおーおお、これ2人か、ワンチャン2人いけるかなと思ったけど、火力負けでしたね。はい、どっちも体力そんな高くなかったんでいけるかなと思ったんですけど、これウルト貯めたいな。またダリーよいしょ、 OK、 超待ってます今。ここねシェリーがほんと強いんで、ナイス、 OKOK、 クリアここでこういう感じ、 OK。 で、多分ニタがそろそろ来る。そうそういうこと、そういうこと。これはもう、これで。よし、OK。置いとこう。バイクがうるさい、バイクが。おバイクにも負けずね、ちょっとラーゲしていきたいなと思います。OK!GG! 危ねえ。ちょっとやっぱ、ただむずいんだよね。お、700いった。700いきました。ありがとうございます。ちょっとタラ難しいけど、やっぱサッカーっていうのはちょっと連携大事になってくんで、はい、ぜひとも皆さん、サッカー好きな人結構増えてきたんじゃないですかね。俺の適当なその感覚なんですけど、結構ね、サッカーとか、エミハンよりサッカーの方がマッチングが早かったりするんですよね。やっぱサッカーの方がその、トロの上げ方がすごい楽だったりとか、しかもエミハンってさ、なんつうんだろう。石を持って突っ込んだりする人っているじゃないですか。で、そういう人がエメハント多いし、ちょっとストレス溜まるんですけど、サッカーってね、ないんだよね、なんだかんだ。
野良で行ったとしてもちゃんとパスくれたりとかちょっと暴れるやついたとしても1点でも自分がそう決めればいいんだよ、無視してるもん。だそういうことできるから、おお早い、ほら、お来ました、そういうことできるから野良でもいいかなって思いました。さあ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 、そっちプリモか、はいはいはい、懐かしい、こいつ、この人はあの子さんっすね、子さんの海外の人っすね。これでレリーと俺でシェリーを挟む、この要領でプリモもやった方がいいらしいですね。ナイス。でちょっと来るからウルト貯めつつですね、これ。よしよし、溜まった溜まったんでちょっと開けます。ほいしょ、はい、なあ惜しいな。でもでもいけんじゃねこれ、頑張る暁、ローヘルだけどお前ならいける。ナイスナイスー、オーケー。さあ行きますか。いいねいいね、ラブラブラブ。今の要領で挟む、だここも今ね真ん中打ちに来た。あーウルト止まっちゃった、ちょっくらおやばいっすねこれ。これはでもあんま、あやばい、これやばいっすね、これ若干やばい。でもプリモがローヘルだからあれさえやってくれれば、オッケー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 、ナイスナイスナイス、いいねいいね。これなら暁が入れてゆく、ナイスレイのパスでしたね今。アーダスアーダス、オッケー。さあさあいい感じですね。800までとりあえず行きたいんですよね、タロウ。難しいんですけど、あマッチング割と早くて結構ありがたいですね。試合もね早く終わるんで、いや頑張りたいですね。生放送もちょっとね、今シーズンか2週間ぐらいだから、来週の再来週の月曜に終わりなんだよね。そう、再来週の月曜に終わりだから、それまでマジ本気で頑張るんで、生放送も結構やっていくと思うんで、ぜひとも見に来てください。ちょっとマッチング長くなりそうなんで、またここら辺でカットします。さあやっていきましょう。プリモの方いきます。あ、いや右だから違うわ、俺プリモの方じゃないわ。スパイクがそのプリモの方がやっぱ絶対、いやーコルト足切れない、コルト切れない、この中も入っちゃう切れで、買いに入れてあげて、オッケーオッケーオッケー。でコルトはね中を打てないんですよ。あ、ナイス。今のはコルトがさ、その中に打つのって結構体入れなきゃいけなくて、でその時に自分は攻撃できるんで、一旦中まで入っちゃいます。おーっと来ました、プリモがね。でプリモの時こんぐらい、こんぐらいっす。これでレディと挟んでいく、そう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 、こういうことっす。よかった、俺さ動画撮る前あんまできなかったんですよ、この動きが。んー、あーオンゴールですかという感じで。あーだすあーだす。結構ね糖度高いんですよね、みんなうまいし。さっきねこの動きができなくて、しかも集中めっちゃかけてて、眠い時に5、6倍ぐらいして、やべえやべえなと思って一旦切って、レリーとその連携の話して、あこういうことなんだなってなってからまたやってます。お早い、マッチングめちゃくちゃ早い、いいね。さあさあやっていきましょう。いやーこいつらか、こいつらねアジアの中で結構やる人なんですよね。この危ない危ない、この前レスポンスとコープディエースとかそこら辺のね人たちと結構やってる方なんで、だいぶ強いっすね。オッケー、この真ん中のポコっすね、このポコが割と、よし、あーちょっと近かった、これ俺のミスっすね。はい、プリモに対してめちゃめちゃ近かったっていうのが、プリモのね射程圏内に入んないでなるべく近づいてやった方がタラはいいんすけど、あ、そっちか。オッケーオッケー。これでいいや。あー、やばい。よし、やった。レリが、あおう。惜しかったっすね。このコメットミー、コットミー、名前忘れたけど、この人割とうまいっすよね。とりあえず、結局トッププレイヤーなんで、あー、いるんか。いるんかって感じ。いくかでも。やばい。あぶねー。とりあえずストックスタイルで回復したい。で、レリーが。オッケー、暁ナイス。いけ、いけ、いけ、行ってくれ。頑張れ。俺がゴリ押す。ああ、危ねえ。接戦っすね。これ勝って終わりましょうか、じゃあ。絶対勝ちたい。これでも、プリモの飛びが炸裂しないように。オッケー。で、上がる。
これだ、決まったら俺なし。いやー、うわー、殴られる。 OK、 いやー、もったいねもったいね。ちょっと暁来るまで待ってるよかった。そういうことなんですよ皆様、暁が来るまで今待ってるよかったんですよ。やらかしたな。このね、1個のミスでね負けちゃうんですよね、ここまで来ると。最近それ改善したいんですけど。ふい、そっちか。これもミスった。ポコの場所を特定できんかったな、打っときゃよかったな。プリモがやっぱ硬いんですよね。あ、やばいやばい、これかなりやばい。ナイスクリア、ナイスクリア、ナイスクリア。うーわ、あー、もうダメだこれ、やらかしたわ。あー、くそ。まあちょっと難しいなやっぱ。はい、ということで今回ですね、こんな感じでちょっとどうやってガチ取るわけのね、ちょっと動画となっていいんですけど、こんだけやって4つ上がったのだいぶきつい。はい、まあまあでもいろいろ課題見つかったんで、ちょっとタラをね極めてやっていきたいと思います。で、動き方はさっき言ったように、プリモの腕のね長さよりちょっと離れて、結構ね俺ミスんのがね、腕の距離ぐらいに行くとね当たっちゃうんですよ。それがダメで、あとプリモってちょっと足速いんですよ。だから追いついちゃうんで、ちょっと離れて攻撃するっていうのが一番ベストだと思います。それがまだ自分も慣れてないんでね、ぜひとも皆様やってみてください。やったあたたた、ぜひとも皆様やってみてください。ということで今回この感じ終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いいたします。皆様、それでは、じゃあね。